1点取られたら、はい、次取り戻すとかそういう考え方があるんですけど、マカオというチームはね、最初から最後までどれぐらい少ないペースで逃げ切るということを考えるのはね、はい、なかなかそれ上がってこないからね。なるほど。さあ折り返せるか、どうだ、勝の後ろ、さあ西澤入った、日本2点目。そして西澤も代表初ゴールを挙げました。21歳になったばかりです、この西澤。さあもう一度、しかしこれよく粘って折り返しました。そしてカズの背中から西澤が追いついてボレーシュート。決して優しくないですね、下がりながらのその体勢が悪くてもね、まあ、代表に選ばれながらも怪我のためになかなかゲームに出られませんでした。ようやくこのマカオ戦スターティングメンバーに名前が入ったということで気合十分で臨んでいましたが、この西澤いいじゃないですか、